唐突にこの画面からも始まるんですけども、謎剣謎解き推理力検定続きからやっていきますね。前回渋滞の理由はってところで終わったんだよね。で今これ渋滞の理由開いてるところです。っていうことでいきます。クエスチョン聞こうか。まずは青色の車が急停止したことによって渋滞が発生した。なるほど。後続車は苛立っていた。渋滞の原因となった車はどうして急停止したのだろうか。これはこの人だよね、確実に。心停止してるのか、なんか気絶してる、目かっぴらいて気絶してる。ハザードランプを点灯して止まっている車の運転手はぐったりして気を失っているように見えた。なんか日本語が、まあ、ハザードランプつけっぱなしにして止まっている車の運転手はぐったりしてたと。はいはいはい。止まっている車の運転手がどんな状態か同乗者の行動から推測できそうだ。彼女はなぜ車を降りてきたのだろう。彼女の目的のものは何だろうか。これで AED なの。ピンポイントでいいとこにあったな AED。 使ってくれと言わんばかりの場所にあるね。助手席から降りた女性は AED を取りに向かっている。ほんほんほん。運転手は心停止しており運転をできる状態ではないのだ。そのため助手席の女性が機転を利かせてハザードランプを点灯し車を止めたのだ。あ、女性の人が止めたんだね。なるほど。運転手はなぜ心停止の状態に陥ってしまったのだろうか。彼の心停止の原因になったと思われる人物を選べ。心停止になった理由、この人に脅されて心停止になったってこと。そんなことある。白色の SUV 車から降りてきた柄の悪い男が止まった車に怒鳴り込もうとしている。また男の連れがその様子をスマホで撮影している。先頭の1台と心停止した運転手の車の間でトラブルがあったようだ。お釜掘ったの。でもなんか別に車ダメになってる気もしないけど。トラブルの原因を作ったのは心停止した運転手か、それとも先頭の車から降りてきた2人組か。犯人の車にはある証拠が残っている。止め方じゃない。証拠はどれかわからないけども、車の止め位置が変なんじゃないのかなって思うけど。不正解。わかった。これなんか模様かと思ったら傷だわ。車に傷入ってる。全然わかんなかった今。先頭の車のフロントバンパーに傷がついている。先頭の車が心停止した運転手の車に対して煽り運転をしており最悪やん。近すぎてフロントバンパーを擦ったのだ。もともと心臓が弱かった運転手は煽り運転をされた挙句に車をぶつけられ心停止してしまったのだった。たまったもんじゃね。マジね、煽り運転はするもんじゃない。誰も得しないから。じゃあ次行くよ。55問目、悲しい顛末。これ見たことない。よかった。母子が死んでいるのを発見したのは、彼女たちが住んでいる安アパートの大家だった。大家さんも大変だな、こりゃ。大家は当初警察に強盗が入ったらしいと通報したが、それはなぜか。包丁が刺されてるけども、なんか、左上にも何か書いてあるね。なんて書いてあるんだろう。金も、ちょっと読めないわ。これ包丁刺されてるね。あ、違うの？え？強盗入ったら、これか？金をなんたらって書いてある。やばい。正解が全然わからん。あー、これか。そうだね。なんか物品漁られてるね。解説。大家が2人の遺体を発見したとき、タンスが荒らされていた。そのため大家は強盗に入られたのだと思い、急いで警察に通報したのだ。なるほどな。娘の遺体を調べていた警察が、これは物取りの犯行ではないと気づいたのはなぜか。気づくきっかけになった部分を選べ。物取りの犯行ではないと思った理由はこれか。首って違うか。これ俺証拠できないんじゃない。これもうどれだこれ。わかんねえ。この問題超難しいんだけど。気づくきっかけになった部分、これじゃない。違う。わかんな。ちょっと待ってて。わかった。スマホタッチしたらいけた。なぜスマホ。広告解説。娘の遺体は手にスマホを持っていた。もしも強盗に襲われたのなら、のんきにスマホを見ていられないだろう。それは確かに。娘を殺害したのは彼女の身近な人物である可能性が高い。右上の人だろうな。娘の遺体の状況から警察は彼女を殺害したのは道側の人物と見ている。娘を殺したのは誰だろうか。殺害の証拠となる部分を選べ。証拠、これはもう血しぶきすごい浴びてるよ。だよな。それはそうだな。
ドアノブで首を吊って死んでいた母親の服には彼女自身の体には目立った傷がないにもかかわらず血がついていた。これは娘を殺害した際の返り血だ。これは強盗殺人ではなく母子の心中だったのだ。なんでこんなことに。なぜこの母親、親子か、親子は心中しなければならなかったのだろうか。心中した理由が推し量れる部分を選べ。これは左上じゃない、なんか書いてあるよね。金もなんたらみたいな、ひっくり返ってちょっと読めない。あれ反応しない。あ、いた。なんでびっくりした、フリーズしたかと思ったよ。部屋の窓に金払え、金払えかという文字が書かれている。親子は経済的に困窮し、方々から借金をしていた。窓の文字は闇金の取り立て役が書いたものだ。大家は親子が数ヶ月滞納している家賃の催促をしに訪問しに遺体を発見した。タンスが荒れていたのは母が少しでも金を工面できないかと手持ちの装飾品を漁った後だったのだ。あ、でも結果無理だった結果心中を選んでしまったと。借金もな、ほんとしちゃいけないよな。じゃあ次いくよ。衝撃の謝罪放送。え、いやいやいや、謝罪放送死んでたけど。ある日の昼休み、突然放送された映像は生徒会費を着服した生徒会長の謝罪放送だった。泣きじゃくりながら謝罪していた生徒会長は突然首から大量出血して死亡した。凶器は何だろうか。え、なんかもうデスゲームじゃん。なんかカミソリの刃首に巻きつけられてんだけど、やばいやばいやばい。なんかちょっとトリックがあるんじゃない、これ。これをどうやって作動させたかみたいな。生徒会長の首には連なったカミソリの刃がまるでネックレスのようにかけられていた。このカミソリの刃で首が切れて大量出血したのだろう。とんだ放送したな、これも。カミソリを首にかけたのは彼自身の意思だろうか、それとも何者かにかけられたのだろうか。その答えを知るヒントがこの中にある。何者かにかけられたってのはこれか。手首縛られてるのに自分でやるってのもできないよね。解説。生徒会長は椅子に拘束何椅子って、椅子に拘束されており全く自由が利かない状態だ。カミソリを首にかけたことだけではなく、そもそもこの放送自体が彼の意思で行われたのではない可能性がある。はいはいはい、なるほどなるほど。放送を見ていた教師が駆けつけたとき、放送室には鍵がかかっていた。え？マスターキーで開けて踏み込むと凶器のカミソリはなくなっていた。密室だった放送室だが、犯人は何を利用してカミソリを回収したのだろうか。利用したのはわかんないんだけども、あ、これか。これなんかあれだよね、紐なんか引っ張ると旗上がってくるやつだよね。なんか覚えてる覚えてる。窓の外のなんだこれ、うわわかんないよ。ガガー島に日の丸が見える。なんつったっけこれ。影用島でいいかな。ワイヤーとそこへカミソリのネックレスをつないでおき、何度を利用してカミソリを回収したのではないかと推測できる。めちゃくちゃ塔出してくるやん。カミソリをめっちゃ出してくるやん。かけ上げ島でいい全然わかんない読み方。利用して回収したことを裏付ける証拠が、放送室のどこかに残っている。それはどれだろうか。放送室のどこかに、これこれじゃないだよね。なんとなくわかった。よく見ると放送室の窓の差しに血痕が残っている。生徒会長の遺体と窓は離れているので首から飛び散った血ではない。カミソリを回収する際についた血痕だろう。やはりこの放送の仕掛け人は、うん、また出てきたお前、アゲアゲ刀を利用してカミソリを回収したのだ。絶対アゲアゲ刀じゃないよな、もうテンションアゲアゲじゃん。あ、なんだこれ、狂信者の末路。なんだこれ一体。長年打ち捨てられていた空き家で異様な死体が見つかった。現場では何らかの儀式が行われており、被害者はその儀式の生贄にされたものと思われる。被害者が生贄にされたとわかるのはなぜか。まあこれ左の写真は何だろう、蘇らせようとしたとかってことは自分でやったんじゃないのか。これどっちにしろこれどれタッチしたらいいんだわかんねえぞ。あー、あった。空き家の床には魔法陣が書かれており、遺体はその中央に座っていた。犯人は明らかに何らかの魔術的な儀式を行っていたと思われるだね。この事件に関わった人物は何やら怪しい存在をあがめているようだ。その怪しい存在とは何か。これはこれだろうな、なんかよくわからないふてくされた顔した銅像だね。現場には祭壇のようなものがあり、その奥には悪魔像から飾られている。この事件はん、その奥に悪魔像が飾られている。はいはい、この事件は悪魔を信仰するカルト教団が起こしたのだ。とんでもねえな、カルト教団。被害者はカルト教団に関係している可能性がある。警察がそう考えた理由は何だろうか。なんかゼッケンつけてるよね、ゼッケン。
こういうのって大体ゼッケンとは言わないか、そもそも腕章だ腕章、ゼッケンではない。被害者は壁に飾られているのと同じカルト教団のマークが書かれた腕章をつけている。殺害される際に暴れたような形跡もないため、被害者もカルト教団の信者で自ら生贄になった可能性が高いだろう。なるへそ。被害者は一体この儀式で何をしようとしたのだろうか。これは愛する妻を蘇らせようとしたみたいな、なんかそういう奥深いストーリーが待っているのでは。祭壇の中央には被害者と同じくらいの年の女性の遺影が置かれている。被害者は自らを生贄にしてこの儀式で彼女を生き返らせようとしたのかもしれない。納得した。これはまあなんつうんだろう、大事な人にまた会いたいっていうその気持ちは分からなくもないかもしれない。はい、ということで今回はここまでとさせていただきます。次回は抗議のための犠牲やっていきます。抗議するために犠牲を伴ったのか、どういうことだろうか。それではシアンでした。またね。